咳が止まらない、痰が切れにくい、そんな悩みを抱える方に注目の漢方薬、聖杯湯をご紹介します。聖杯湯は肺の熱を冷まし清涼にするという意味を持つ古来からの処方です。主に慢性的な呼吸器疾患や粘り気の強い痰が出にくい症状に効果を発揮します。体力が中程度の方で粘っこい痰や膿のような痰が多く出る咳に適しています。時には血痰を伴うこともあります。咽喉頭の痛みや違和感、声のかすれなども改善が期待できます。聖杯湯は急性、慢性気管支炎、気管支喘息、上気道炎などの様々な呼吸器系の症状に応用可能です。漢方薬は体質にあって初めて効果を発揮します。自分の症状にどんな漢方薬が合っているか漢方の専門家にご相談ください。